はい、立ってまいりました。あと50メートル頑張っていきたいと思います。あまりね、いつも大社でも、ね、あまりここまで来る人少ないんですけども、いい感じでしょ。めっちゃね、ここはね、かなりのパワースポットなんで、出雲大社まで来た方は時間があれば、参ってくださいって感じですね。ある程度ね、すぐそこまで道路あるんでね、車でも上がってこれるんですけど、自分は大社の方から歩いてきてます。ここのね、三社を回ると幸せになるということでね、福を授かることができるということで参ってますけども、よいしょ。はい、ね、ご読みください。スマホの人は見られへんか、読まれへんか。火事の原因になる火災が発生したんでね、ちょっとね、もうね、できないよ、お供えできないようになってます。ここも2礼4拍手1礼でお参りしてください。はい、いきますね。おお。頑張れ俺。よいしょ。よいしょ。ここずっとね、裏手道路あるんで、どっか、もうここに車突っ込んでいかれへんかなと思うんですけどね、一応歩いてきてます。で、ね、はい、上から撮るために来ました。まあ、正神家ね、代々伝わってる、かなり強烈なスポット、パワースポットなんで、ぜひともご参拝くださいということで。おいしょ。火災が発生したんでね、あれカメラ、もう電柱立ててね、カメラ防犯設備ね、きっちりと、やっております。ね、どうしてもなんかね、事故とか起こったらダメなんで、だ
こうやってね、釘が入るところは、入ってるところはね、入ってるところはもう行かないように、入らないようにって感じで。来た道帰ります。あの動画見てる方々のね、服も授かるようにね、お参りしてきました。よいしょ。この道、人が歩くより水が流れる方が多いのかな。ちょっとジメッとしてますけどね。この上にありますね、お社が。はあ、今年もね、ごぼう参りやってるんですけども、先日の段階で、あのごぼう製こぎまして、今ね、抑制ですよね。翼の西側、ちょっとね、出雲大社の方に来てますけど、次はね、富士山の方の浅間神社の方の東翼の方ね、行きたいと思います。4年に一度のうる年なんでね、きっちりとごぼう製だけじゃなくて翼も広げる形でやっております。いい感じだね。音聞こえるかな。こういう感じでね、はい、復芸の夜所、でここね、水が非常に綺麗なんでね、ホタルとかね、はい、ね、見れるんでね、絶対ゴミとかは絶対ね捨てないように、タバコのポイ捨てはもちろん、ゴミを捨てるとか、飲み物のね、空になったものを捨てるとかはやめていただきたいと思っております。あのね、これもね、そうやってね、こう苔が生えてね、結構いい感じでしょ。もうちょっと近くで撮りたいんですけどね、あんまりこうやって踏み入れるのもあれなんでね、土のとこだけ歩くようにしてますけどね。いやー、あの自分はあの花粉症なんですけどね、花粉の季節でもこういうとこ来てもね、なんともないのが不思議ですよね。街中にいたらね、ちょっと花粉が飛んだけどクション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 ってくしゃみとか出るんですけども、花粉の時期にこういうとこ来ても全然平気いう感じですね。どうでしょうか。いい感じでしょ。先渡った橋こう感じで、なかなかね、あのね、あの人通らないと思うんで、この道をずーっとね降りていくと出雲大社があるっていう感じですね。ちょうど出雲大社の海側ですね、西側を通るって形ですね。ちょうどあの神楽殿と大社の間の道をずっとね、川沿いを登ってくるとここに来るんで、時間と体力に余裕がある方はぜひご参拝くださいということで、あと1分少々ね、この分かるかな、はあ、これよいしょ、大社の周り結構人がね多いんで、まあ映せないんですけど、ここはねもうほとんど人が来ない。さっき一組かな、あの大社の近くで、すれ違ったぐらいで、ほとんどいないんで、まあ、ゆっくりと映せますけども。まだまだこういう道続きます。途中でね、アスファルトの道路とこっち側ね、の道と分かれるんですけども、アスファルトの道路もやっぱり車通るんでね、やっぱこっち通る方がいいかなと思って、います。ね、さりげなあーくね、苔も生えていい感じでしょう。
非常にこう整備されてるね、歩道なんでね。ただね、車椅子とかでは来れないと思うんでね、気をつけてください。うん。先ほどの川ね、こんな感じになっております。それでは皆さん、ごきげんよう。